先週、林直人さんが資本家になれとおっしゃってましたが、勤め人の立場で資本家目線を訓練するのにいい方法は何かありますか？資本っていうのはさ、まあ、俺よく言うんだけれども、その昔は資本っていうのは資本家しか持てなかったんだよね。うん、つまり、資本っていうのは、それそのものが生産手段となるものっていう定義なんだけれども、生産手段っていうのは、それを使えば、物が出てくるということなんだよね。なんで、例えば、まあ、俺昔、これは実際にはいろいろ問題あるんだけれども、その、土地とかっていうのも生産手段なわけですよ、言えば。まあ、資本なわけよね。まあ、ちょっと、ごめんなさい。正確にはいろいろあるんだけども、土地が資本だとします。土地持ちは資本家だとします。ただ、土地買うのって非常に大変じゃないですか。なんで、土地持ってれば土地貸して儲けられるから資本家なわけだけれども、土地買うのって非常に大変だと。一方で、今っていうのは結構ね、技術力が進歩しているから、その、例えば、私、ポルシェを買って貸してたことがあるんですよ。で、それ資本なわけよね。うん、その、だってそれそのものでお金稼いでくれるわけだから、200万買いました。で、1日7000円稼いでくれますと。それも資本じゃないですか。なんで、その、資本が、小資本を作れる時代なわけよね、今。なんで、自分が働く以外に、その、自分の資産っていうのを活用して、資産を使えると、うん、資産を回転できると、そういう果実を得られるってことだね。うん、そういうものを、その、拡張された資本ということすれば、資本家になるっていうのは非常に簡単なことっていうか、ことなわけだよね。まあ、早い話、例えば株買うとかでもいいけれども、もちろん株って下落するリスクもあるけどね。株っていうのは分割された生産手段なわけだから、その分割された生産手段っていうのは、企業っていうのは生産手段を持ってる。工場とか土地とか。なんで、その株っていうのはそれを非常に細分化して持ってるものだから、株買うっていうのは生産手段の一部をゲットしてるってのと同じことなんだね。それはだからその生産手段を分割しようという話なわけだからね。あるいは YouTube の動画とかっていうのもその意味では資産になるわけだし、なんでその資産というのを活用するっていう思考回路を持つと、まあ、しょぼい資本家になれるのかなというふうに思います。はい、という感じですかね。もちろんちょっとごめんなさい。土地は資本じゃないっていう見解もあるんで、ちょっと、間違いなく資本なら工場とかなんですけど、ちょっとその、マルクス経済学的に正確ではないってことちょっとね、言っておきます。はい。